然出ちゃうよ。なんで走って、わー、そのちゃんありがとうね。17歳です。最近18歳来てないから17日はやるのかな。10、あ、そういうこと、確かに15、16、確かに次のライブ17だ。あずまさん、キラキラ星ありがとう。 BGM は特にいつも何か決めてなくて、いっちゃん上にあるやつにしてる。だから多分スケッチューのらへんが一番最新だったから入ってんだろうね。あ、レイモンだ。レイモンありがとう、エラボクマちゃん。あずまさん、服着たる服ありがとう。レナちゃん、レナちゃん、レナちゃん、お誕生日おめでとう。嬉しい、来てよかった。急だったからさ、会えないかなと思ってたんだけど、嬉しいよ。レナちゃん、お誕生日おめでとう。今日は、はい、レナちゃん、あ、レナちゃんがお誕生日でございます。ね、急いで書いたからちょっとパパッとになっちゃったけど書いたよ。レナちゃん、ハッピーバースデー。一緒に素敵な一年にしようね。ビッグラブだよ。トゥルーラブです。レナちゃんおめでとう。あ、みんなパチパチしてる。おめでとう。今日という日を一緒に過ごせて幸せです。大チョキ。あ、なんか可愛いこれ。大チョキ。ねえ、海外進出。そうなんです。なんと私たちマカオに行かせていただくことが決まりました。ねえ、本当にありがとうね、みんな。嬉しい。みんながこうやってさ、応援してくださってるおかげだよ、本当に。ありがとうね。頑張るね。オンラインサイン会、みんなの当選願っております、本当に。その反応やらないじゃん。うん、全然まだね、瀬戸利知らない。まだ瀬戸利知らない。ほんと何の曲やるか全く何も知らないから、楽しみにしてて。柔軟さやるかもしんないし、やんないかもしんないから。さあ、当たってほしい。当たれ、当たれ。初見さん、はじめまして。高井のしこのひなとひなです。みんなからひなたまって呼ばれてます。よしきゃ、ルームのフォローやよろしくお願いします。ひよつるさん、ありがとう、だるま。レナちゃん、本当におめでとうだよ。これからもビッグラブだよ。大好き、ありがとう。早くひなはたの宮実現させてください。はっ、キャー、これは軽く、軽く結婚してくださいって言われてる？ラブだよ。あれ？ちょっと待って。はぁ、大ちゃん？あ、大ちゃん、ありがとう。お城だ、お城、お城。ええー、大ちゃんありがとうね、お城。書かせてください。ええー、大ちゃんありがとう。大ちゃん。お城タワーありがとうね、大ちゃん。あ、今日つむじが見えない。かぶっとこ、あ、取っとこ。あーしら、たまー、ありがとう。だいちゃん、おしろたまー、ありがとう。だいちゃん、ありがとうね。ラブだよ、だいちゃん、ありがとう。つぶしを見せ、なに、見せとダメ。そうそう、見せとダメなの。逃避タイムだから、これ。大ちゃん、ありがとう。え、ちょっと待って。あつしさんも、あつしさんもありがとう。嬉しい。めっちゃ嬉しいんだけど。え、待って、パッションさんも？ちょっと雨見えた？ごめんね、口開けすぎて雨見えたかも。ここに入ってる、ごめんなさい。ありがとう。
本当嬉しい、ありがとう。じゃあ逃避タイム。あつしさん、あ、これなんだっけ、福笑いタワーじゃなくてなんか違う名前あったんだよな。ちょっと今でも福笑いで、福笑い好きなんだよね、ひな。ありがとう。ひなたまのインスタも TikTok も最高です。やったー、あつしさん福笑いタワーありがとう、ありがとねー。ちょ前髪が、あつしさんありがとう。そして、パッションさんもありがとね。めっちゃ嬉しいよ。あ、チベットスナギツネ、またチベットスナギツネ出てきた。福笑いタワー。笑う角には福来たる。そうだひな、漢字今年一文字さ、ちょっと福笑い的な感じのようにしたんだよね。ごめんなさい、福笑いたわ。あっ危な、お茶こぼすとこだった。これは危ない。今日もいい時ですね、ありがとうございます。パッションさん福笑いタワーありがとう。ありがとうね。あじゃあありがとう、パッションさんラブだよ、ありがとうね。コメントに戻ります。今日はね、ちょっと歌おうかなと思ってて、夜のお歌練習会。しようかなと思ってるな。え、ね、マカオってなんかカジノが有名らしくて、ひなも調べてたら出てきたんだけど、そうなの？北海道になる予感。パスポートはね、もともと持ってました、ひなは。なんか前におばあちゃんたちと海外旅行行きたいねって言ってて、結構本当に高校生の時とかなんだけど言ってて持ってたんだけど、結局コロナ禍で行けなくなっちゃって、まだだからひな、マカオが初めての海外です。楽しみ。ピオさん、ピオくん、ひなたも推しでフォローしましたって。ピオくんありがとね、嬉しい。ピオくんよろしくお願いします。あ、福笑い、めっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってる。あ、なんか止まってる、めっちゃ笑ってるよ福笑い。あー、大ちゃんありがとう、福笑い。ありがとう大ちゃん。卵みたいに綺麗、やった。あー、山ちゃむバイト中なの、遅くまで偉いね、頑張って。ジュナのライブ来てくれる？待ってくれるね、ジュナ。待ってるね。今日歌っちゃう。痛み、ミクルンがいるから心強い。確かにね。マカオ頑張ります。本当に嬉しい。ありがとね。
頑張る。たくさんの方に高猫を好きになっていただけるように全力で頑張ります。あ、ライブに行きます。あ、やった。待ってね、何さんだろう。待って待って待ってね、オスカージュさん、やったー。あ、竹井とエイジさん、ありがとうありがとう。このかさん、クリッパで初めてひなたまちゃん見たけどリアル可愛すぎたよ。キャー、嬉しい、ありがとうね、幸せで。何の歌うかというと、ひなよく夜中っていうか、こういうすごい遅い時間に配信するときに歌う曲が毎回あって、ものすごく久しぶりに歌ってみようと思います。本当に本当に配信で歌った以来歌ってないから、本当に久しぶりだから間違える確率超高い。このソフトリーさんのフライって曲をね、歌おうかなって。だからひなが前配信で歌ってんの聞いたことある方は聞いたことあるかもしれないけど、ひなも本当にものすごく昔だから記憶にない、いつ歌ったか。本当に写真歌う。じゃあちょっとつけますね。うるさかったらごめんご。なになに、うるさいうるさい。早速うるさいわ。ちょっと待って。ちょっとミスった。声聞こえておりますか？なんかこの前さ、なんか画録しててね、自分が歌ってたのを見たんだけどさ、なんかマイク？ひなの声が異常にちっちゃくて、なんででしょうね、なんででしょうね、それは。ん？正解？正解って何が？ヘッドフォン似合う。あ、あざす。聞こえてる？自分の声にビビった？自分？声出したの？じゃあちょっと待ってね。なんか今日いつもより音の聞こえがすごくいいんだけど。あ、喉鳴った。待って、これ上げすぎると確かキーキー言っちゃうから気をつけて。フライ、ひな歌ったことあるんだよね。あった。めっちゃ静かじゃない？ね、ちょっと一回さ歌ってみんね。なんかひなの声ちっちゃかったり、あ、なんか変な感じしたですぐ言って。一旦歌ってみるわ。はい、ソフトリーさんのフライです。聞いてください。聞いてください、ソフトリーさんでフライです。どう？どう？いい感じ？声の大きさと。え、どう？どう？ダメ？平気？いつも誰かのせいにして。どう？いい感じ？あ、いい感じ？まるで他人夢物語だと思ってた。いいじゃんいいじゃん。届かないのも分かってた。え、一瞬音割れた？ん？わちゃいわちゃみわちゃみや、フォローミーフォローミーフォローミーや、 I don't see I don't see but what a regret。 平気？どこに行ってみようか。ほんとに平気？平気そうだ。世界中を差し置いて、あの場所で歌ってみる。そして私は何を思うのでしょう。見たこともないストーリー、この道が続くなら。 We are meant to be together, you're growing。 ペンライトありがとう。これ夜って感じするよね、この曲。歌うひなたま可愛すぎる。ありがとう。あ、始まってた。終わって、すべての人が微笑むように、
なんで練習会なのって思うでしょ。まだ歌ったことない、あんまり練習したことない曲を今ここで練習しようかなって最高って言葉しか知らない自分がイラつく。ねえ嬉しいよ、ありがとうね。キャー、スルーズギリミさん、なにこれ、なんて書いてあるの。ぼぶっぽうぶっぽう、あ、ブラボーだ、間違えた、ごめん、ブラボーだった。ブラボブラボー、ありがとうございます。やったー眠りそう。この曲いいよね、ひでも大好きなの、本当にみんなに聴いてほしい。なんか本当にすごいね、好き。練習、そう練習しないとブラボーブッボーだと思った、ブラボーねえ待って、ありがとう、たくさんのギフトありがとね。夜にぴったりな曲だったでしょ。ジローさん音波ありがとう。待ってね、ゆいわず、ゆいわずらいさん、あキラキラ星ありがとう、大ちゃんペンライトありがとう、ラピンさん、待ってこれいつも名前忘れる、ミラーボールだ、ミラーボールありがとう、ありがとうね、嬉しいよ、大ちゃんペンライトありがとう。シンジャムさんもペンライトありがとう、竹井戸井地さんもありがとう、ミラーボール、どんぐりさんもありがとう、ありがとうね、みんな嬉しいよ、コメントも嬉しかったよ。あずまさんもありがとう、プリンさんもありがとう、ピオくんもありがとう、サキさんもありがとう、ガッチャンもありがとう、シンジャムさんもありがとう、しおりちゃんもありがとう、読めたかな、ひな、ヒデさんもありがとう、たくさん、しちみさんもありがとう、
たくさん。でもう一つ、ずっと聴いてるのにまだ一回もカラオケでもどこでも歌ったことなくてめっちゃ不安なんだけど、なんかほんと聴いてるだけって感じなんだけど、でもめっちゃ聴いてるの、歌えるんじゃないかなって思いつつ、あの醜い生き物、もう当時からあの大阪でやらせていただくって分かった時からもうずっと好きで聴いてて、前からまあ聴いてもいたんだけど、もう最近も特にめっちゃ聴いてるんだけど、まだねカラオケで歌ったことないし、なんか自分の曲じゃなかったから、練習したことが、あの自分が披露させていただくじゃなかったから、練習してなかったからね、そうちょっと歌えるか不安なんだけど、大好きだから、ちょっと今日夜中の、あ夜中じゃない、夜のお歌練習会ってことでちょっと練習してみようかなって。だから絶対下手くそなのね、許して。絶対に下手くそだから、もうこれだけはひなたも下手くそと思わないで練習してんだなと思ってください。でもひなも大好きだから歌いたいなと思って、ひなたも下手くそって顔しないでね、みんな練習頑張ってんだなと思ってください。セレクト、君がくれたもの、君がくれた夏、え、わかんない、ひなたも歌えないわ、ごめんね。え、ある？醜い生き物って、そう思えば勝手にあると思ってたんだけど、ありそう。え、どうしよう、めっちゃ本当にどうしよう、歌えなかったら緊張してきた。もうだってなんて言葉から入るかもう忘れちゃったもん。じゃららら、うん、じゃららら、だだだ。じゃあちょっとひなはたのお練習にお付き合いください。それでは聞いてください、醜い生き物。あ、間違えた間違えた、ちぼ、押すボタン間違えました、すいません。大阪の記憶が蘇る、めっちゃハモリの音が出ちゃって音程わかんなくなったんだけど、やだー、どこだったっけあそこ。平等で仲間外れとかない社会ってやつはどこにあんのさ、天国か地獄か、欲を満たさぬ金骨で誰に敵を告げる、笑い話さ私もその一人だ、失望を解きたい天秤でゆらゆら、君に隠れた日がゆらゆら、運勢悪勢致命的エラー、友達って片思いじゃダメ、忖度も束縛もめんどくさいでしょ、寂しさごまかすウサギみたい、プライドと見栄と壁で私はできてた、認めされて嬉しかったんだ、誰でも言い訳
になってる。一瞬音程分かんなくなったけど、ちょっとめっちゃ汗、今ね正座してんだけどめっちゃ汗、熱い熱いね。ありがとう、たくさん盛り上げてくれて。ゆかさん音符ありがとう、だいちゃんもありがとう音符、そしてどんぐりさんもキラキラ星ありがとう、みんなありがとうね。ガチャもありがとう、みきゃさんもありがとう、フルタックさんもありがとう、れなちゃんもありがとう、ミラボーミラボーミラボーありがとうね、みきおさんもありがとう、ジロさんもありがとう、きよつるさんもありがとう、ガッチャもありがとう、たくさんありがとうね、あつしさんもありがとう、スルズギルミさんもありがとう、だいちゃんもありがとう、レイモンもありがとう、そしてコメントたくさんしてくれたみんなもありがとう、ビッグラブいやいいわ、部屋暗くして紫ペンライト振って聞いてたの？やったかっこよかった？やったー、ももたんありがとね、嬉しいよ、ちょっともっと練習して上手に歌えるように頑張ります。え、どうしよう、このまま世界はこうに落ちてるとかもやっちゃう？やっちゃうとか聞いてんの。あのね、シスラブは歌えないんですよ、ひな。あの本当に聞いてはいるんですけど歌えないです。あれもちょっと練習しますね、ちゃんと。仲良しの姉妹で隠し事はなかった。あ、プツプツ言ってる、プツプツ言ってる、どうしたどうした、今ひながコード踏んだからかな、これはひなのせい、これは完全にひなのせい、怖い怖い怖い。この前世界は恋の人でやった時さ、ちょっと調子悪くてさ、あのマイクのね、悔しかったんだよね、なんか結構なんか音汚かったなんか音がニュンみたいなのもずっとキーキーになってて後ろで。じゃあシスラブも今度歌えるように練習しとくね。シスラブいつか聴きたい？え、頑張るよ。え、アカペラで歌ってほしい、世界は恋の人でを。え、そんなことある？ちょっと待ってね、やばい、なんだなんか寒暖差で急になんか鼻水めっちゃ出てくる、やばい、鼻水とか言っちゃった、ごめん、やばい、めっちゃプツプツ言ってるわ。あ、どっから、あ、プリコしてかほっぺつけてポーズ決めてアップしよ、大好きだよ大好きだよか、ちょっと練習すんね。高いんだよねこれ、あのサビはまだ歌えると思うんだけど、他がねちょっとマジで歌詞が全然わかんない。こちらの彼ですがお付き合いをしてます、ちょっと練習しとくわ。革命の女王、革命はぜひライブに来てくださいあはははは、巻き舌してた？ひな巻き舌できないのにすごいできてた？そんなことある？ある？あ、してたしてた。さあ、それでは聞いてください。世界は恋に落ちている。あ、引っかかってる、やばいやばい。光の矢胸を刺す、君を分かりたいんだよね、聞かせて。ね、待って待って、歌詞間違えた、最初の押す当てなのに聞かせてって言っちゃった。ね、ちょっと やり直そう、これはちょっとありえないわ。ねえ、もう最悪今、教えてなのにさ、聞かせて、でも普通の一サビとかの歌詞で言ってました。本当にすいません、誠にすいません、やり直させていただきたいと思います、申し訳ないです。あの綺麗とか、あの優しい言葉をいただいてる時に本当に申し訳ないです、歌詞を間違えました。もう歌詞ここに書いてあんのに恥ずかしい、あーもう本当に本当にすいませんでしたはい、歌い直します、誠にすいませんでした。はい、これどうやって歌い直すんですか？あ、もう一回押すのか。なんか音がプツプツ鳴ってんなとか思ってたらなんか気散っちゃって間違えました、すいません、もう一回いきますそれでは聞いてください。世界は恋に落ちている。世界は恋に落ちている、光の闇
絶対振り向いてほしい。遅かったけど諦めたくない。だって好きだから。あふ咲いた花が恋をした。花は必死に上を向いて笑った。青い夏のつぼみも恋をした。歌えたわ。今日マイクの調子いいね。ありがてー。なんかちょっとひなこが頭もっこりしてるよ。やだよ、髪が上がっちゃってるよ。このさ、ヘッドホンしてるときにここがもこってなっちゃうのマジで嫌なんだよね。ひなそういうタイプそういうとこのこだわり強いタイプ。最高幸せ、やったー。みんなありがとね、聞いてくれて。締め、あ、やべ、音うるさ。締めは何の曲がいいかな。でもアンケート取っちゃうと
あの一曲しか歌えないから喧嘩になっちゃうんごよ。だからひなはたが決めます。いやでも最後は盛り上がる系がいいよな。でもライブだといつも歌ってるのはあのやっぱひなの配信だけにしたいから。大型らしいこだわり。あ、君知ら？君知らね。でもこの前歌ってなかったっけひな。あ、歌ってないっけ。ね、プツプツうるさいよ。すんごいプツプツ言ってない？なんでなんで？急に。あ、びっくりした。まあいっか。あと1曲だし、いっか。今日はね、12時までしかできないからね。ちょっと待って、急ごう急ごう。みんな聞いて。マツケンサンバ？マツケンサンバさん？歌えないよ。ちょっと待って待って待って。キミシラバーじゃ今度にしよう、キミシラは。今度歌うね。あ、どこ行った？あれどこでカラオケあった？え、ちょっと待って。じゃあひながお気に入りに入れてるやつにするわ。何入れてるかな。何入れてここら辺。あでもプライド革命はちょっと高いな。愛のシナリオとか、愛のシナリオとかどう？愛のシナリオとかちょっとプツプツあまりにもうるさくないか。ちょっとごめんね、みんなにも多分聞こえてるよね、このプツプツ音。ごめんね、プツプツ音聞こえてるよね。あ、うるさいうるさい、なんかプツプツでなんか頭がぼんやりしてきた。ひら何歌うっつったっけ今。ああ、愛のシナリオだって言ったっけ。ブルーバード生き物語、ごめん歌えない、わかんない、ごめんなさい。愛のシナリオとかよくない？プツプツ聞こえない？じゃあひなの耳だけおかしいんだ。なんかもうプツプツ聞こえてきてさ、思考、あの頭の考えが止まった。長男感は、いや、なんだろう、ごめん歌えない。悲しみ優しさには歌いたいね。そうさ、悲しみを優しさに。ノリノリなの大好きだから。自分らしさをガーンって悲しまないで。全然あのなんかさ、今日あと残り1曲しか聴けないから、あの誰かのってなっちゃうとその選ばれなかった方が悲しんじゃうから、今度にしようかなと思って。だ、今度歌うね、愛のシナリオ。あ、間違えた、愛のシナリオ間違えた。怪物じゃない、なんだっけ、なんだっけ、あ、もう本当頭がちょっとおかしくなっちゃった。君の知らない物語、今度歌いますね。じゃあ今あのワンフレーズだけ後で歌おうか。美しく生きろはあと少しで MV が公開となりますので、楽しみに待っててください。プツプツ聞こえないんだ、よかった。今ね、プツプツ聞いて。アイドル、アイドル曲、今度ね、今度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 、愛のシナリオは今歌うね。優しいひなが今一番歌いたい曲でいいの？優しいね。君しら今度歌うね。ごめんね、本当に。今日はね、12時前だから時間がなくてね。本当はもうちょっと時間あったら全然歌うんだけど、君しらってね、めっちゃ長いんよ、一曲が。ケスピ？ケスピもじゃあ今度歌おう。あ、じゃあそれかさ、待って、今一瞬流したけどさ、あの全部ワンハーフにする？一曲、一番まで歌って、じゃあ3つ歌おう。決戦と愛のシナリオと、世界は恋に落ちる。あ、違う違う、間違えた。決戦スピリットと愛のシナリオと、何でしたっけ？君の知らない物語。3曲歌おう、1番だけで。いけるいけるいける。そしたら時間内に終わる。待って。手でくれることは誰
何でしたっけ、決戦スピリット違う違う違う、あ、なんだっけ、あ、待って待って、本当にダメだ、ひな、何歌うっつってたっけ、ねえ待って、早くやりたいのに、なんだっけなんだっけ、あ、君の知らない物語だ今日ちょっとひな頭やばい、急いでね、今日メドレーなんでメドレーにしました、あ、間違えた、変なとこした君は突然立ち上がりいた、今夜星を見に行こう、すいません、めっちゃ早撮りしてたわ、なんかヒナの声がでかすぎて音が聞こえるな、ごめんね、ヒナの声めっちゃでかい、大丈夫、ヒナがちょっとごめんね、なんかメモリーか、まだたまにはいいこと言うんだね、なんてみんな夏の大三角で、決戦スピードね、決戦、あ、間違った、変な絵文字打っちゃった、ちょっと焦るな、ひな、決戦スピリット、あ、間違った間違った、変な絵文字打っちゃった、焦るな、来ました、続いては決戦スピリットをお聴きください、なんかラジオみたいになっちゃった、ごめんね、さっきめっちゃ音がやるんですか、なんか後ろの音がさ、すごい待ってて、これ言い訳、ごめん、プレッシャー、それがどうしようか、神様の助けはいらない、エゴイスト、それがどうしようか、勝ちたいに理由などない、挑まずにはいられない、影さえも振り切ってけ、現状の限界乗り越えろ、チャンス全力をかけた、怯えることない、確信へ変われ、高く高く高く舞い上がれ、味わった敗北の傷は涙や花を咲かせる、諦めろと笑えばいいさ、そんなことは僕は知らない、ねえありがとう、なんかさ一番で終わるとさ、やっと今から盛り上がるのにって感じするけど申し訳ない、今回はメドレーでした、ひなはたメドレー聞いてくださり皆さんありがとうございました、割と時間もちょうどいい、51分、今日は12時までとなっておりますのでちょうどいいでございます、じゃあ最後に挨拶しますね、あ、皆さんひなはたメドレーお聞きいただきありがとうございました、次の来週もお楽しみにしてください、ちょっと待って、え、なになにこれ、レナちゃん、福笑い、うーん、ありが
と一回これ切んね。待って、レナちゃんありがとう。待って、びっくりした。ちょっと待って頭のボコミを直して、ちょっと待って、ちょっと待ってね。これだけ危ない。待って、レナちゃんありがとう。めっちゃ楽しかったよ、歌えたの。ひなもありがとね、みんな聞いてくれて。じゃあちょっと待ってね、じゃあレナちゃんに書かせてください。服はやっぱ笑う角にはみんな服着たるだからね、いっぱい今年はひなと一緒に笑って過ごそうね。笑う角には服着たるですので。レナちゃん、レナちゃん、俺のレナちゃん、レナちゃんありがとね。笑う服タワー。みんなありがとう、歌聞いてたくさん盛り上がってくれてめっちゃ嬉しかったよ。嬉しい、こういう歌配信楽しい。俺のレナちゃん、レナちゃん、福笑タワーありがとう。ビッグラブだよ、ビッグラブなんだからね。おーれーのレナちゃん、ありがとう。レナちゃんビッグラブだよ。そしてそしてそして、あのたくさんたくさんのギフトありがとうございます。フルタックさんありがとう。そしてスルーズギレミさんもありがとう。しんちゃむさんもありがとう。ももたもありがとう。どんぐりさんもありがとう。ジロさんもありがとう。クロエさんもありがとう。フルーズギリミさんもたくさんありがとう。そして EX0114 さんもありがとう。 TK さんもありがとう。小島美希さんもありがとう。プー、ほんと見逃してたらごめんね。ガチャンもありがとう。クライさんもありがとう。ちょっと待ってね。ラピーさんもありがとう。ウィングさんもありがとう。そしてカラフルさんもありがとう。パイションさんもありがとう。待って、ギフトが消えちゃってる、こっから。ねえ待って、読めてなかったらごめんね。すごく嬉しかったよ。コメントは後で、あの配信が終わってからゆっくり遡ります。はあ、今年1年もたくさん幸せです、ありがとうね。まだこれから始まったばっかりだよ。一緒に幸せになろうね。嬉しいな、こっちもです。嬉しい、ありがとうね。今年の一文字はこれです。笑う角には福来たるですので、本当に一緒に笑って過ごそうね、みんな。福笑いのポーズかわいい。あ、ブラボーありがとう。お疲れくん、お疲れくん、メドレーよかった、嬉しい。じゃあ次はもっとフルで歌おうね。じゃあ次は仲良しの姉妹でとか覚えたいな。ちょっと頑張ってくる。ブリーカしてタダパパリタナナ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 プシよ、大好きだよ大好きだよ。ちょっと歌いそう。ゲラゲラ、なんでゲラゲラしてんの。今年1年もずっとお知らせにます。ピオくんありがとうね、嬉しいよ。はい、もうほんとみんなありがとうね、たくさん。一旦じゃあちょっと締めの言葉をする前に団長を読ませていただきます。世界平和、世界平和でいいよ、みんなで。ひなの目が好き、嬉しい。あ、そうだそうだそうだ、ちょっと待って待って待って、思い出した、ちょっと待ってね。ここだここだ、あのさ、ジローさんさ、あのハンドクリーム言ってたじゃん、あれ質問箱にね、なくてね。そう、ジローさんがくれた質問箱なくてね、ひなの使ってるハンドクリームディプティックってとこだった、調べたら。そうで、その質問箱でさ、ひな、ちょっとあの後でアーカイブ残しとくかもしれないんだけど、ちょっとまださ整理ついてないからちょっとまだ残せないんだけど、あのメイクのやつね、答えたの。みんなありがとうね、質問してくれた方。まだね終わってないのもあるんだけど、あのなるべく答えるから楽しみに待っててくれたら嬉しいです。ぜひぜひぜひ。そう、ジロさんのやつなかったんだよね。3週ぐらいしたんだけど送られてきてなくて、ハンドクリーム。
ひなちゃんに会いたくて会いたくて、昨日サベさんに会いに行ったら、何会いに行ったら、え、何満足しちゃった、ひなに会いたかったのにサベさんに会ったら満足しちゃった。可愛いじゃん。あ、メイク答えてくれてありがとう。そう、ひなのでよけ、あ、そう、ハイライトにするね。あの、でもする、したいんだけど、あの、ちょっとまだね、いろいろ整理整頓ができてなくて、ひなのハイライト全く今ない状態なの。面白いぐらいに。そう、ぜひぜひ、あの、メイク道具、聞いてくださった方の参考になれたら嬉しいなと思いました。そして、男女を読ませていただきます。13位。フルタクさん、ありがとう。ね、マイメロめっちゃ可愛い。マイメロなんだけど、マイメロなんだけど、ありがとうなんだけど。そして12位はケージさん、コジコジ、名前改めてコジコジよろしくね、ありがとう。そして11位はクロエさん、クロエさんありがとう。笑う角には福来たる。そして10位は、え、あれ、これレイモン、あ、レイモンだ、レイモンありがとうね、嬉しいよコメントも、レイモンありがとう、大好き。そして9位ラピンさん、ラピンさんもありがとう、嬉しい、ありがとうね。そして8位あずまさん、あずまさんいつもありがとう、ビッグラブだよ、ありがとう。そして7位タケイトイジさん、タケイトイジさんありがとう、ありがとう。そして6位はジロさん、ジロさんディプティックです、ディプティック、よろしくお願いいたします。おかしい、よろしくお願いします、ディプティックでした、調べたら、ごめんね、本当に名前わかんなくてずっと。スルーズ、そして5位はスルーズゲルミルさん、ありがとうね、大好きだよ、ありがとう。そして4位はパッションさん、パッションさんもありがとう、チューチューラブチー。そして3位はアツシさん、アツシさんありがとうね、ラブ、ぜひちゃんラブだよ。そして2位はレナちゃん、レナちゃん、あれだ、レナちゃんお誕生日おめでとう、ビッグラブだよ、ありがとうね、今年も素敵な1年になりますように、一緒にしようね、ラブだよ。そして1位はダイちゃん、ダイちゃんありがとうね、いつもマジでビッグラブだよダイちゃん。ね、そっち寒い？しっかり温めてね。もうほんと今、気をひな凍え死ぬかと思った。ほんとに温めてね。ラブだよ。そして、ダンジョンに入ってない方も、皆様見てくださりありがとうございました。めっちゃ楽しかったでーす。ありがとうね。また次の配信もぜひ来てくれたら嬉しいです。やばい !59 分だ、やばい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 、フルタクさん、今年はひなたまとも仲良くなりたい。え、なろ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 、あ、エリサの、エリサとモモニャンの、あ、そうなんだ、フルタクさん、よろしくね、仲良くなりましょう。では皆様、あ、10時になった、皆様ありがとうございました。今日もたくさん楽しかったです。また次も来てくれたら嬉しいです。おやすみ、おやすみね、みんな大好きだよ、言っとくけど、ひな、みんなのこと大好きだからね。おやすみ、みんなのことマジで大好き、ありがとね、おやすみ、またね、バイバーイ、俺も俺も俺も大好きだよ、おやすみね、切るよ、もう少しで切るよ。10秒9秒8秒7秒6秒5秒44、33、22、11、おやすみー、おやすみねー。